えっと、スパチャ3回目すいません。えっ、ー、と、建設業、足場飛び、19歳、年収500万です。19歳で年収500万すごいですね。えー、毎日、長期的な目線で幸せになるためにはどうするか考えながら生きています。そこで毎日新しい気づきがあるので、1日1時間 MacBook でメモアプリを活用し、思考言語化してまとめて、ます。スマホでやった方がよくないですかえー、その中でプログラミングスキルを習得したいと思いました。ここで質問です。えー、中卒でもプログラミングスキルは独学習得できると思いますかはい。 非速演算とはききままますすす努力は好きでで、ま、た、えっと、現時点で年収上げる方法があればアドバイスを下さいいお願いしますで、まあ、飛び職で上げるというのでもありだと思うんですけど、19歳だったら全然いけると思うので、まあ、あの長期的にはその飛び職で体を使う仕事よりプログラムの方がしょうがないし上がると思うので、さっさとプロ,グラミのプログラミングの勉強を始めちゃった方がいいんじゃないかなと思いますけど、多分モチベーションも高いので、あの早めにいっちゃった方がいいと思いますよ。 えっと、はじめまして、ご依頼の案件です。私は幸せに関して反独学で研究している一般人です。先日 Amazon の Kindle で真実学という本を出版しました。Amazon で真実学生きることが楽になるの検索でトップに出てきます。えー、私のアイコンが表紙になってます。本の内容は真実とは何かを考えることを目的とした本です。 これらを考えることを目的とした本です。これらを考えると考え方が変わり、考え方が変わると比較的今より幸せになるとよりいくつです。ヒロキさんにこちらの本を読んでいただき、次の配信でヒロキさんの感想をいただけないでしょうかヒロキさん、今の時点でかなり幸せな考え方だと思うんですが、あくまで本の内容が本当か、えー、嘘かで評価をいただければありがたいです。ページ数は紙換算で約100ページです。恐れ入りますが、ご検討のほどよろしくお願いします。嫌です。まあ結局その、 あの、何らかしらの時間が取られる行為を僕、強制されるの嫌なんですよね。そのまあ、本読むので30分でも1時間でもその時間を取られるわけじゃないですか。これで例えば1回やると、多分他の人がじゃあ私もって言って、で1人やったら他の人がやらなきゃいけん。 いけなくなななるじゃないですかなので、これを続けていくと、僕、時間がどんどん取られてしまうので、あの、気が向いた時に喋って録画を上げるっていうのはやるんですけど、あの宿題を作るためにやりたくないんですよね。だからなんかあの、この映画面白いから見てくださいって,って見ますって言っても、別になんか見ないこともあるんですよ。なので、あの、何らかしらの宿題を作るっていうのは僕、はやらないようにしてます。なぜならあの、8月31日でも宿題をやらなかったりするような人間なのですいません。5万円もらってるんで申し訳ないと思うんですけどね。はい。 えー、ひろゆきさんは過去に失恋した時にピンポン玉を工場でたくさん作る動画を見ていたと話しておりましたが、えー、私は失恋した後ひろゆきさんの切り抜き動画をひたすら見るようになりました。その後女性と会話をしている中で論理的なのか感情的ということをさらに強く感じるようになり嫌になりました。結婚は向いてないんでしょうか論理的な女性を探せばいいんじゃないですかね。あの、その、ザ・メイキングっていう、あの、なんか科学技術書かなんかが作ってる。あの、まあ、いろんな工場のいろんなものづくりの動画のピンポン玉作るバージョンっていうのを僕は見てたんですけど、 それの再生数今超高いんですよね。で、コメントに広域からとかかれてて。なんかその、あの、子供たちが普通にその工場でいろんなものが見るっていう動画シリーズの、そのイメイキングってシリーズの中に、その僕の失恋ってすごくどうでもいいファクターがコメントに書かれまくってて、再生数が増えてるので、ちょっとどうかなとは思ってるんですけど、まあ、あの、興味がある人はそのザ・メイキングシリーズ見てください。その、なんか機械がずっと淡々と何か物を作るのって何か見てると面白いんですよね。 えー、ちなみにひろゆきさんの奥さんの18本超えのまとめ動画を作ったのはひろゆきの控え室ですは、えー。昨日心当たりがないのにひげさんにブロックされてスパチャできませんでした。ひろゆきさんもブロックしたりしますかこれからはひろゆきさんのスパチャします。え、ブロックって YouTube のコメントってできるのあ、でもひろさんってあの基本的には性格悪いし心が狭いのでなんかちょっとあのバカにするとすごい切れたりするんで人間としては器の小さいやつなのでしょうがないかなと思います。 えー、ツイッターで某格闘家にクソリープやコラ画像を送りまくっていたら、報復にあい自分の父親の職場に阻止され、YouTube 上に自分の父親を特定できる形で晒されてしまいました。クソリープを送ったのは悪いこととして、関係ない父親の職場を晒すのは犯罪に当たらないのでしょうかと、どういう形で晒したのかによるんですけど、それで、そのなんかあの、 嫌がらせをする人が来たとか、迷惑をこむった場合は、そのさらした人の方が、刑法に触れる可能性があるので、どんな嫌がらせで実害があったのかによると思います。友人がトレントを使ったアニメや漫画を割って視聴しています。やめた方がいいと言ってるんですが、全然切れてくれません。捕まることってありますか可能性としてはゼロではないと思うんですけど、トレントで捕まった人の足ってでもただ聞いたことないんですよね。 なので、一応はその、あの、法律構成上は捕まる可能性はあるんですけど、実態としては、ま、聞いたことないですね。えー、先日2年半働いたブラック企業を退職して、現在無職の25歳です。退職したブラック企業の就業規約に法律違反になる内容があると、老基の電話相談満足して言われました。退職した現在、老基にって通報はしない方がいいでしょうかした方がいいですよ。通報すると、あの、ブラック企業が減って、社会が良くなるので。なので、社会のために通報してみてください。 その企業の社長は先日、ひろゆきさんとも共演しています。よし、通報してみよう。誰だか知らないけど。<laughs> あのね、これで僕の知り合いが通報されて何かあったら僕が怒られるかもしれないですけど、えっと、このコメントを見た限り、その人が誰なのかは全くわからないので、あの、僕はその人だと分かって言ったわけではないので、社会を良くするために一般論として言いました。<laughs> 誰なんだろうね。<laughs> あこういうの良くないですよね。だから、僕その知り合いでも簡単に切り捨てるんですよね。<laughs> あの、その、知り合いは守るっていう人の方が、あの、割と人として信頼されるじゃないですか。僕はあの、知り合いでもなんか、切るやつは切るっていうのやっちゃうので、人として信頼されないんですよね。えー、以前、小中の先生はクズが多いという質問に返答されてましたが、僕の高校の先生には教師はちゃんとした社会人と言われました。うん。自分で言ってる時点でちゃんとしてないよね。<laughs> 言われてみれば普通のサラリーマンだってその会社に定年までいたらその会社の社会しか知らないから学校の中の社会しか知らない先生と対して変わらないような気がするのですがどう思いますか本当あ,あの会社員の場合って売り上げが上がらないとその会社ごとなくなっちゃったりするんですよ。なので綺麗ごとばっかり言ってられなくてある程度その まあ嫌な部分を飲み込んだりとか、その上司ムカつくっておいてもまあ辞めなくて続けたりっていうのがあるんですけど、あの学校ってほぼ潰れることがないので、綺麗と言ってるだけでずっと給料もらえるんですよね。で、まあ基本的にはその、あのまあ公立の学校とかになると、まあ一生食いっぱくれがないわけですよ。その犯罪行為とかもしないかりクビにならないので、でも民間の会社の場合ってやっぱりその能力が低いとクビになったりするんですよね。なのでその、 能力を上げようとか、スキルを増やそうとかっていうので、普通の会社員の人って、その、自己検査をしたりするんですよ。なんか、じゃあ、あの、資格を増やして給料を上げようとか、じゃあ、そう、なんか、どうにかして売り上げを上げようみたいなんですけど、でも学校の先生って、基本教えること全く変わんなかったりするんですよ。だか算数10年前の授業と、今の授業、ほぼ変わらないと思うんですよね。教えること一緒だから。 なので、ちょっとずつ良くしようとかって考えなくても給料もらえるし、首にならなかったりもするので、なので、その、少しずつ自分を良くしていこうとか、何か工夫をしていこうみたいなことを考えないでも、脳々と暮らせたりするので、なのでその学校の先生が社会人と一緒だっていうのは、本当に社会のことを知らないんだなっていうふうに僕は思うので、やっぱり教師ってクズだなっていうのが、僕の中ではプラスアルファになった感じですね。ではその、自分がやってない仕事の人というのは、 自分が知らないのだから何か苦労したりとか、そういうのがあるんだろうっていう予測をするべきだと思うんですよ。要は、他人っていうのはきっと他人なりの苦労していて、自分も知らない苦労があるんだろうな、だから分からないっていうのであればまだいいんですけど、その、知らないにも変わらず自分たちと変わらんみたいなのって、勝手な決めつけなので視野も狭いし、物事を知ろうとする努力をしてないってことだと思うんですよ。 で、その、子供って物事を知ろうとする好奇心が強くて、その子たちに物を教えるというのが学校の先生だと思うんですけど、その物事を知ろうと知らないようなやつがノン,ノンと給料をもらっていて、それで子供に何かを言って、その子供がその影響を受けるっていうのはやっぱり良くないんじゃないかなと思うんですけどね。えー、僕は頭が悪いし、視野が狭いし、マルチタスクが苦手です。そんな僕でも稼げたりおすすめの職業はありますかハローワークに行ってください。世の中いろんな仕事があります。コンビニの店員でもいいと思いますよ。 えー、25歳男実家暮らしです。自動車販売会社で車検を取ったりタイヤを販売していたらインセンティブ込みで年収600万を34年維持してます。ひろきさん動画の転嫁事務職員などを見ていたら最近フロー所得に憧れ始めました。今の仕事を活かす場合とそうでない場合でどんなビジネスを始めやすいかお教室ください。一応営業なのサービス部門なので自動車部品などの最低限の知識あります。何かアドバイスお願いします。 ええと、まあ、あの、その車の改造してるタイプのところだとすると、あの、その、まあ、車の改造する人って新しく車買っても改造したかったりとか、なんか新しい改造、その中じゃあ今度はスポイラー買いだからなんかウィングつけたいとか、ちょっとウィングの角度変えたいとか、ちょこちょこやりたいこと増えてくると思うので、なのでそういう人と仲良くなって、その車に金使う人っていうリストを自分の中に作っていくと。 独立した時とかにも美味しいんじゃないかなと思いますけど。33歳高卒で親戚が現役で東大に合格し嫉妬で狂いそうです。いろいろずれてるのは承知でこの決め値の解消法を知りたいです。えっと、まずあの、ご自身が馬鹿であるということを自覚してください。あの、親戚の子は賢いので東大に受かりました。で、あなたは33歳で大学にも行けなくてニートで無職ですと。 で、2年経つともう35歳なので、ニートすら名乗れないんですよ。ニートって35歳以下なので。なので、あの、晴れ晴れ35歳無職が出来上がるんで。なので、残念ながらあなたは東大に行ける親戚に嫉妬できるほどの実力も能力もありません。で、じゃあ、 というのを自覚した上で、じゃあその親戚の十8歳とかで合格した子と、どうやって戦うかっていうのを考えるべきなんですけど、別にじゃあその、東大に行ったから幸せになるわけではないのですよ。まあ東大に行ってそのまま自殺しちゃった子なんで、探せばいくらでも出てきますけど。 っていうので、その本人が幸せに感じるかどうかっていう問題で、じゃあ別にあの高卒ニートでも働かなくても暮らせてるわけじゃないですか。まあ親が金持ちなのかどうかわかんないですけど、ということは別に勉強もしなくても、働かなくても、濃度とうんこ清掃マシンとして33歳まで生きてきたわけだから、全然勉強しなくても幸せじゃん。俺楽しいっていう考え方もできるはずなんですよ。 なので今の自分のポジションでどうやって幸せになるかで、実は結構幸せなんじゃねっていうのを自覚できた方が、まあ残りの人生あと50年ぐらいあるので、そっちの方が楽しいと思うんですよね。だって今その18歳の東大生に嫉妬して、じゃあこれから東大受けるかって勉強しても多分無能なんで無理なんですよ。 なので、その、他人と比較するのではなく、自分自身でどう、何が楽しいとか、こうやったら幸せとか、なんかあの、これ食うと美味しいみたいな感じで、ちょっとずつ幸せを感じるものを増やせばいいんじゃないかなと思います。ひろゆきさんでどうしてそんなにいろんな情報を知ってるの幅が広すぎて意味がわからん。ググってます。大学生です。このコロナの時代、学部もサークルも出会いが期待できません。ひろゆきさんが学生ならどうやって感じを探しますか出会い系以外とお願いします。 えっと、でも、オンライン授業とかで、同じ授業の人たち、なんか、宿題どうすんのとか、レポートどうすんのとかって話して、別になんか、LINE のやり取りとかして、たまにズームで話すとかで、いくらでも仲良くなる方法はあると思いますけど。なので連絡先を交換するっていうのを、まずやってみるといいんじゃないかなと思います。20代男性です。最近日常生活でこの場面前に見たことあるとデジブ的なことが高頻度で起こりますが、何か原因があるのでしょうかひろゆきさん、何か分かれば教えてください。疲れてます。 あの、ま、デジャブっていう、その、一度も見たことないかにもかかわらず、ひょっとしてこれ見たことあるかもって思い込んでしまうっていう、ある種の脳の血栓の間違いっていうのがあって、ま、仮にそのマトリックスの中にいらっしゃるのであれば、それはマトリックスの中にいるっていう確証が得られるっていう事実かもしれないんですけど、もしマトリックスの中であると現実の中であれば、パンに疲れていて脳がショートしてるっていう可能性があるので、睡眠時間をちゃんととってストレスのない生活をして、あの、きちんとしたものを食べてください。 ポリアモリーについて何かお考えはありますかなんか性欲強いって言えばいいのに横文字でポリアモリーとか言うのよくないですよね。なんか性欲強いからいろんな人とやりたいですって正直に言ってくれた方が、あ,あ、そうなんだ、へいでするんですけど、なんか横文字ってなんかおしゃれな人たちなんで私たちの生活を認めてくださいみたいな、いいじゃん、性欲強いでって思うんですけどね。はい。 えー、介護福祉士の仕事をしてる人は普通の仕事ができない人だと思うんですが、どう思いますかいいえ。別にあの、普通の仕事ができる人でも介護福祉の仕事をしてる人はいっぱいいると思いますよ。えー、ひろゆきさん、ひよゆりさん、こんばんは。ひよゆりさんいないと思いますよ。えー、今日も残業してんのとして最終退社しました。 日曜日さんに二度と来てほしくないです。ひよえさんに癒されて東京砂漠を生きていられます。お礼のスパチャをお送りします。えっと、あの、ひよえさんのチャンネルで言ってもらった方がいいと思います。この610円は。えー、現在経理をしており将来 CFO になりたいのですが、MBA って有効だと思いますかもう取れるんだったら取っといた方が転職やしやすいと思います。日照簿記2級、USCPA 持ちの32歳です。まあ、USCPA 持ってるんだったら全然ありじゃないですか あの別に大企業とかじゃなかったら普通に CFO はあの空いてるポジションだったらいけると思うので無理してこれから終始まで行かなくてもいいんじゃないかなと思いますけど中学生の私が YouTube でより多くの人に動画を見てもらい有名になるにはどうしたらいいですか中学生だけどうんこ食うよっていうタイトルで YouTube とかやればいいんじゃないですかね時を止める能力についてどう思いますかえっとね、ちょっと巻き戻すとそれ言ってるんですよなので巻き戻してみてください えー、プリズンブレイクのモノマネをしているユーチューバーです。著作権の関係で題名が使えなくなってしまいました。かっ収益がつかないわけ。今はプリズソブレイクの題名で活動しています。モノマネもワンシーン丸ごとやってるんですが、このまま収益をいただいて今後訴えられて体験を取れる可能性あるでしょうか心配です。資料費さんご意見をいただきたいです。えっと、元のシーンを使ってなくてキャラクター名も言ってなければ、ルール上は大丈夫だと思うので、で、あの、 プリズンブレイクで検索すると出てこないと思うんですよね。そのプリズンブレイクにしてるので。なので、ライブドアブログかなんかを作って、プリズンブレイクモノマネって書いて、その動画だけ貼り付けるっていうのを、動画アップロードするたびにやってください。そうすると、検索した時にそのプリズンブレイクでそのライブドアブログが引っかかって、へーって思ってクリックする人が、そのご自分のさいあの、YouTube の動画を検索、あの、再生するっていう方向にするので、そういった SEO 対策をすると、再生数は多少増えるんじゃないでしょうか。 観光業が今後社会に必要とされ発展していくためには何が一番大切ですかワクチン。 高二男子で副部長をしています。新入生に対して部活の紹介動画を作ることになり話し合っていて、撮影の概要だけ決めて満足していたようで、撮影する日にスムーズに行える編集する人が負担が減るように、BGM やテロップ具体的な内容をどうするか聞いたところ、撮影する日に決めればいいじゃんって言われました。私が考えすぎなのでしょうかまた部長は必要なことは頭を失礼です。結局私がやることなので直せますかいいえ。あの、まあ、高二だと思うんですけど、会社に入ってもそうなります。あの、世の中って、 段取りのできない無能って結構いっぱいいるんですよ。で、あの、今のうちからそれに気づいているのは結構才能なので、もう変えようとしないでください。それ変えようとすると嫌われるので。なので、社会に出た時に、そういう能力があるとどんどん出世していくんですよ。なので、社会に出るまで相手を変えようとか、自分から前に出て物事をあのうまくスムーズに回そうっていうのは頑張んなくていいです。社会に出た時にその能力を使ってください。で、あの、まあ、 自分が教えることで友達とかが良くなった方がいいよねって考えるのは至極真っ当なんですけど、残念ながらその相手の人がそれを変えようと思って中より、こいつうるせえしめんどくせえなって嫌われるだけなので、で、学生は時代はやっぱり、あの、友達に嫌われると,とも、あの、生活楽しくなくなるので、なので友達に嫌われないっていう方を優先した方がいいんじゃないかなと思います。えコメントでね、ゴマンスパチャの本読めっていう怒りマーク3つで書かれましたけど、すいません、読みません。 え、初スパチャです。私はおそらく境界性パーソナリティ障害です。自分と他人の境界線が動き引きません。どうすれば自分と他人との境界線が引けるようになり、普通に生活できるようになるでしょうかそもそも境界性パーソナリティ障害良くなるものでしょうか今の生活はとても苦しいです。えっと、あの、普通にカウンセリング受けた方がいいと思うんですよね。まあ、別に僕その境界性障害持ってるわけじゃないので、正解が言えるわけではないんですけども、 結局その治りはしないんですけど、合理的に考えて、これは他人であって、これは自分だよねっていうのを、毎回毎回問い合わせをするっていう形で、もうその自分の症状とともに生きるっていうのを選んだ方がいいっていうのが、あの、ビューティフルマインドっていう映画の中でラッセルクロウが言ってました。なので、もし興味がある方、あの、ビューティフルマインドっていう映画を見てください。僕のあの、おすすめ映画トップ100に入る映画です。あの、もともとそのゲーム理論でノーベル賞、 あれフィールズ賞だっけっていうのをもらった数学者の人の話なんですけど、まあ超絶優秀だったんですけど、ちょっと優秀すぎて、その、 あの、頭の病気が悪化しすぎちゃったせいで幻覚が見えるんですけど、で、ただ、幻覚を見なくするということはできなくす。まあ、幻覚を見なくするっていう、その治すということはできなかったんだけど、大学の授業の最中に小学生の女の子が話しかけてくることはないから、これは幻覚だよねっていうふうにして、幻覚は見えてるけど、幻覚だということは理解できる、わかるという形で、現実を乗り越えていくっていう、そういうオチになったりします。オチ言っちゃまずいのかな 最近積み立て NISA で米国インデックスを考えてるんですが、米国株の情報を集めてると暴落するのかと思い手が出ません。これは正しいですかま、いつか暴落するとは思うんですけど、基本的にはあの、米国株って落ちたとしても10年ぐらいほっとくと元の価格より上がるっていうのがあるので、なのでま、下がった瞬間に買った方が得だよねはあるんですけど、ま、積み立て NISA の金額ぐらいだったらもうさっさと買っといた方がいいと思いますよ。いや、その下がったタイミングで買いたいよねって、待ってるだけでどんどんあの、 その、今、株価上がってるので、その分損しちゃう可能性もあるので、とはいえ僕、あの、株価下がるだろうなと思って、今、あの、現金のポジションを増やしてたりします。<laughs> あの、ま、いつかバブルが、ま、ドーンって下がった時に、ま、いろいろ買おうと思ってるので、なので、あの、ちょっと今、バブルが崩壊するんじゃないかなと思って、ポジションを現金寄りにしてたりします。ひろゆきさんがフランスに証拠ありますかうーん、ないかなぁ。 客観的なところでいくと、あの、おとといかなんかに見たんですけど、あの、フランス人スパチャ合計額ランキングみたいなのがあって、で、先月と今月の1位僕だったんですよね。要は、あの、居住国をフランスにしている設定の人で多分その、あの、スパチャの金額のランキングを作ってるんだと思うんですけど、なので、まあ、ある種それはフランスに証拠になるのかなと思いました。はい。 えっと、平らさんのお話分かりやすくてコメント面白いんでいつも見ています。素朴な疑問ですが、うさぎ好きなんですかえっと、あの、右上のアイコンはその、フォーチャンっていうサイトで作ってもらったので、はい。なので、あの、作ってもらったアイコンをそのまま使ってるだけで、別にあの、僕が、あの、うさぎを選んだわけではないですけど、あの、英語圏の人にとってみると、その、日本語ってなんか、 文字がどこで切れるのかもよくわかんないし、漢字とひらがなもよくわかんないし、で、発音もその、こんにちはとか区切るので、なんか発音も変だしっていうので、そのムーンランゲージって呼ばれたりするんですよね。なんかよくわからん言葉っていう。で、そのムーンランゲージが、ま、あの、月にウサギがいるよねっていうのもあって、その、日本人ウサギっていうので、なんか僕のアイコンは耳が、ウサギの耳がついてるという。あとあの、小学校の時のあの演劇の時にあの、ちょこ耳っていう役だったって、すごくどうでもいい。 情報も付加しています。はい。初スパです。現在高校2年生です。全然勉強ができない状態で親に国公立に行けと言われたので、どのような勉強方法をすればいいですか勉強できないように学校をサブるような人間です。えっと、琉球大学とか目指してください。要は国公立に行けばいいので、勉強してその都会の大国公立に行くっていうパターンと、あの、偏差値の低い国公立に行くっていうパターンもあるので、偏差値の低い国公立に行くっていうパターンであっても、一応親の需要は満たせるんじゃないかなと思います。 えー、菅総理がコロナ後の政策にてトライアル雇用の促進を進めるそうです。これは解雇規制緩和への布石ですかまあ、菅さんは割とガチでいろいろ変えていこうと思ってる人っぽいので、まあ、その、東北新社の、あの、免許を剥奪しちゃうみたいなことやるので、多分、解雇規制も結構入れる、その、手突っ込むのかなっていうのを期待しているので、なのでやるんじゃないかなっていう期待枠に一票です。 とはいえね、あの、支持率が下がってるし、秋には選挙なので間に合わないかもしれないですけどね。えー、自衛25歳年収500です。向上心がないので現状維持できればいいな、くらいで毎日最低限の仕事をしつつ、だらだら過ごしています。周りの発達な友人の意識高い話を聞いていると、改善向上していかないと現状維持は難しいような気持ちになります。うまい現状維持の仕方はありますか まあでも別にあの安心できてるんだったらいいんじゃないですかあの、要はこれ続かなそうだなっていうのを感覚として持ち持ってるんだったら何とかしてほいいんですけど、まあそれがないんだったら大丈夫ってことで、大丈夫だと思い込んじゃっていいんじゃないですか要はその、ある程度その、今でもその25歳で年収500っていうことは能力値は高いんだと思うので、やる気になればまた別に何とかなると思うんですよね。ただやる気って出ない人は出ないので、なので今のままでいいんじゃないですか 私は三国無双というゲームが好きです。三国志の関羽とから旅は一気当選と呼ばれていますが、本当に一人で何千の兵を切り倒すことができたんでしょうかい,いえ。えっ、ー、と、だいたい刀というか刃物って20人切れないんですよね。あの、日本軍が昔、その刀で人間が何人ぐらい切れるかっていう実験をしたんですけど、 ま、骨に当たってしまって歯こぼれをしてしまうのと、その切った人間のその肉の血と油で歯がどんどんその切れなくなっちゃって、最終的に刃物としてあんま使えなくなっちゃうので、その100人切りっていうのをやってた人があるんですけど、もう最後は刺すだけなんですよ。 要はあの、刺すっていう行為は、その力のエネルギーによって、その刺す部分っていうのが小さいので、あの、ま、あの、刃物としてその体の内部に入るっていうのがあるんですけど、切るっていうところの、その、あの、能力がほとんどその使えなくなってしまうので、なのでその、三国志の関羽とか両譜って基本的にはその、あの、あの、なぎなたを使ったと言われてるんですよね。あの、えっと、青龍変月刀があの、羽が使ってると言われていて、両譜なんだっけな。 ジャホコが調費なんですけど、まあ、い,いや。なので、その、刃物として切るっていうので行くと、まあ、20人、30人が限界なので、槍として使えないので、そういう意味で1000人は無理じゃないかなと思います。 え、先日、ひろゆきさんの奥さんを全部まとめた動画を作りました。それを見た奥さんがツイッターで感想をくれたんですが、スパチャ台でコーヒーしかおごられていないと投げおりました。なので、このスパチャで素敵なプレゼント奥さんにあげてください。約束です。えっ、ー、とですね、この500円のうちね、多分僕に来るのは200円ぐらいなので、残念ながら、こちらではコーヒーおごれないですよね。500円以下のコーヒー、多分ユーロだとないんじゃないですかね。こっち物価高いんですよね。 えー、上司がくちゃらーで困っています。感触を良くする方で音が非常に深いです。抑える気もないゲップも良くしています。残業時はイヤホンに対して対策しているんですが、私がイヤホンしていることにすごく嫌な顔します。高圧的な方で本人に言って困ってます。呂布さんなら落ちますか。えっと、あの、くちゃらーという言葉が理解されないと思うので、その、あの、ゲップの音が気持ち悪いとか、その、食べる音がくちゃくちゃして気持ち悪いっていうのを、 あの、プリンターで録、その印刷して、要はあなたの,その字で書くとバレちゃうので、あの、印刷して夜中とかに一人しかいない時に、なので会社の部屋中に貼っといてください。そうするとあの、本人とか周りの人が見て、あ、あの人のこと言ってるなってわかるんで、さすがに本人もそれ見れば自覚すると思うので、直接言うと嫌われるので、バレないように、あの、職場の中にそれ広めてください。 で、ま、あの、近くにいない人は気づいてないかもしれないので、ただそれを見て、あ、それで困ってる人いるんだっていうのがわかるので、職場全体の問題に切り替わるんですよ。そうするとさすがになんとかなるんじゃないですか。えー、こんばんは今年で高3になれます。大学は留学しようとしています。イギリスと中国ならどちらの方がいいと思いますかちなみに中国語ができています。中国語できてるんだったら中国の大学行った方がいいんじゃないですか 判断力を養うためにはどうしたらいいですかひろゆきさんのような説得力のある人になりたいです。瞬間的な判断力を養いたいんだったら、あの、モンスターハンターみたいな瞬間的な判断を問われるゲームをいっぱいやると上手くなるんじゃないでしょうかひろゆきさんは占いを信じますかいいえ。僕もつい最近までそんなものあらずないと馬鹿にしていたのですが、突然ですが占ってもいいですかという番組を見てコロッと信じてしまいました。あれはやらせなのでしょうかその番組を見てないのでわかんないですけど、テレビは基本やらせだと思います。 ゴミ収集員です。資源ゴミのリサイクルについて現行のリサイクルシステムでは商品を作るエネルギーコストよりリサイクルをするのにかかるコストの方が大きいように感じます。 つまり銀行、現行システムはお金をサイクルしているだけに過ぎず、かえって環境に悪いと思います。リサイクルをするなら循環規模を地域や家庭などで小単位で行うのにエネルギーコストを下げるべきだと思います。よくさん、どう思いますかまあ僕もそう思いますけど、基本的にはそのリサイクルってきれいごとを言いたい人たちが回してたりするので、なかなかその本質的なリサイクルにはなりづらいので、まあそんなもんなのかなと思いますけどね。 大学病院で薬剤師をしている28歳の男です。休日や夜勤の暇な時間を利用して伸び台程度の小遣い稼ぎができたらなと考えています。日々の勉強内容を iPad に手書きスライドとして簡単に作成し、音声入れたものを YouTube に投稿する医療者向けの勉強ブログがあるのですが、それの YouTube 版のようなものを考えています。ひろきさんのご意見伺いたいです。えっ、ー、と、まあやってもいいと思うんですけど、それがどうやってその人の目に触れるかどうかですよね。 うんと、その、勉強内容を書い要はその、多分、まあ、勉強内容の元の勉強になるテキストがあると思うんですけど、そのテキストの章立てに合わせてタイトルをつけるとかで、同じテキストを勉強する人がそれを見るように仕向けるみたいな形で、その、そのテキストの名前だったりとかを前面に出すみたいな、その検索でいかに引っかかるかっていうのをやった方がいいんじゃないかなと思います。 風俗店って客料金の4割くらいせしめてるらしいのですが、これは客と上の C2C のアプリでも作ればみんなハッピーな気がします。どう思いますかい,いえ。まあ、結局、その、あの、じゃあ、上と直接繋がったとして、その、お金払わない人とかぶん殴って逃げる人とかいるので、その保険代として店舗だったり、そのバックの怖い人たちっていうのがいたりするので成立してるので、直接その上と客が繋がりだとしたら、そういう事件で困る上も増えるんじゃないかなと思います。 なんか、薬打たれちゃうとかね。4月から3年目の SE です。転職かフリーランス悩んでいます。転職して経験を積んでからフリーランスになる方が無難なの理解していますが、やりたい案件を選んで仕事にするという生き方に強い役割を感じています。フリーランスのタイミングはいつ頃がいいと思いますかえっと、仕事がフリーランスで来るんだったらもう今すぐやればいいんじゃないですかなのでやりたい案件が来れば独立すればいいと思います。 ハイブランドを身につけるって意味で見え以外にありますかきちんとした場できちんとした格好としてならわかりますが、私服なのでハイブランドを身につけるメリットが思いつかったのかったんですが教えてほしいです。えっと、きちんとした場でハイブランドを着てる方が逆に下品だなと思われる場合があるんですよね。その 見せ方が、まあ、それなりに落ち着いた見せ方であれば、あ、これハイブランドなんだ、へ、hey! えではある、終わるんですけど、割とその日本でハイブランドの服を着てる人とか、カバンを持ってる人って、あの、ロゴが全面に出てる下品な服着てる人が多いんですよね。 その、まあ、時計とかも、そのなんか、ああ、そこの時計ねって分かるような下品な付け方をしたりするので、なので、それってそういう場に行った時に、あ成金猫、ね、の人センスねえなって思われるだけなので、あんまりよろしくないんじゃないかなと思います。フランスのシャンプー事情が知りたいです。週に2回ぐらいしか頭荒らない人多いですよ。2、3回ぐらいしか。冬は。えー、こんばんは、ひろゆきさんは今悩みってありますかえっ、ー、と、今現在でいくと、あの、まあ、あ えっと、その、悩みと言ってしまっては失礼なんですけど、スパチャ来すぎて終われない問題っていうのの解決をどうしていいかわからなくて、そうだ、もうスパチャ答えられませんっていう画像を作って貼ろうっていうのを思いついたんですけど、すっかり忘れて始めてしまい、またこう、あの、スパチャ答えられませんという画像を出せずに見て、こうスパチャがいっぱい来ていて、あわあわどうしようと思い続けて、2時間でやめますって言ったけど、もう2時間経っちゃったってなってるっていうのを毎回やってます。 何も知らされずに「はい」か「いえ」で答えるとしたらどちらを選びますかイエス・ノーの場合も教えてくださいどちらも理由をお願いします沈黙するのなしで遅刻をせず答えてもらえると嬉しいですおやすみなさいいいええー、23歳のフィエンジニアです先日は回答ありがとうございました栽培大学という中世通信制大学への編入を検討中なのですが160万で通信大卒になる価値はどの程度でしょうか今まで特に学歴を問われてこなかったので大卒資格があるのか疑問ですが障害年収で元を取れるなり効果と考えています えっと、フリーエンジニアですでに仕事ができているのであれば、で、海外に行くつもりがないのであれば、全然日本では、あの、その日本ってその学歴あんまり見ないので、全然問題ないと思うんですけど、ただ、そのエンジニアで、例えばじゃあアメリカの Google とか Microsoft とか Amazon とかで一回働いてみたいなっていう時に、大卒っていう資格がないと、あの、エンジニアとしてその就職のビザを取るのはかなり難しいです。なので、暇があるんだったら大卒になっておいた方がいいと思いますけどね、その、 まあ5年ぐらいは別にそんなに今と変わんないと思うんですけど多分10年後とかってその日本と英語圏で IT の給料の価格全然違う状態になっちゃうと思うんですよね。その今でも日本ってその IT 遅れてますよねっていうのでまあココアみたいなのが全く動いてませんみたいな状態ででもそれがなんか悪いとも思ってないみたいな感じなので。 IT に関して投資をするっていうのを日本の,その政府だけじゃなくて大企業もあまり投資をすするっていいう考えがないんですよねでなんか今頃 DX デジタルフォーメーションって言われてるんですけどあの要はいろんな社会の仕組みっていうのをデジタル化させましょうねって。 多分2001年ぐらいからちょこちょこ言われてて、で、他の国ってもうそれ大体終わってるんですよ。で、それから、じゃあそのスマホで使いやすくした方がいいよねとかっていうので言ってるんですけど、いまだに日本ってその IT 化自体が進んでなくて、スマホなんてま,まだまだ先だよねみたいな感じになっちゃってたりするので、なのでまあ給料高いので行くと海外行った方が給料高いよねっていう状況はなんか起こる可能性は高いんじゃないかなと思ってたりします。はい。 自分は大学4年生です株式投資のスキルがあり最低でも月率8%をける稼げますが学費を払い現在の元では46万ほどです今週だけで株で1.4万ほど増えました元手が少ないとはいえこの利率なら1年で2.5倍になりますしバイトでもして9月には元では100万を超えますし何よりはたりたかありません昼は株夜はバイトという生活を送りたいです私のお考えは甘いですかどないで生活できるでしょうかえっとどれぐらい時間をかけているのかっていうのをちょっと確認してみてください そのあのパッと株価を見ていきなり買ういきなり売るとかでもう5分10分で1.4万円稼げるならすげえ優秀だと思うんですけどその1ヶ月株に関してどれぐらい時間をかけてるかっていうのでちゃんと時給で割ってみてください。でそれで時給で割って儲かってるんだったら全然いいと思うんですけどそうじゃないんだったら普通に働いた方が結構儲かるよねってなる可能性が高いんですよね。要はその例えば元で100万円だとして その8万円って100万円を突っ込んだとしてもたった8万円じゃないですか。で1ヶ月働いたら大卒だったらあのまあ大体学のの面でいくと30万円近くもらえるはずなのでそうすると全然足りないよね8万円って話になるのでなんで同じ額稼ごうとするとじゃあ元でまず300万400万円いるよねってなるのでそれだったら最初から働いた方がよくねって話になると思うのでなのでそのあの。 その時間をかけないで儲けてるっていうのであれば副業で全然やればいいと思うんですけど、儲けるためにガチで時間をかけてるのであれば、まだまだ元手をちゃんと貯めた方がいいんじゃないかなと思います。え、本日上司に仕事を辞めたいって言ってきました。次は営業部長に話をいきます。頑張れと言ってほしいです。あと、ひろゆきさんのバーカーが好きなので言っていただけると嬉しいです。え、頑張れとバーカーは両立するんですか頑張ってください。<laughs> バーカーが両立するかどうかよくわかんないですけど、はい。 えー、地方公に男、私は今後才能発掘系の学生団体を地元で立ち上げようとしてるんですが、親が発狂レベルの猛反対をしてます。知り合いに知られたら恥ずかしいとか、もっと平和に過ごせないのかとか、失敗したらどうするとか言ってます。えー、おそらく私が小中の時に他人迷惑を受けることを多くしてしまったので、そのことがトラウマだと思います。ここは親の反対をし切って行動すべきでしょうかちなみにすでに市の候補の方と話を進めてます。え、その失敗すると具体的にどういうデメリットがあるのかわかんないですよね。あの、多分失敗って、 その誰にも知られなかったパターンですよね要はあの応募も全然ありませんでした。で、その団体を作ったことに意味がありませんでしたっていうのがあれば失敗だと思うんですけど、それだと別に知り合いに知られることすらなく終わると思うので、で逆にあ他に失敗があるとすると才能を発掘しようと思って、この人すごいですって言ったのが無能だったっていうパターンなんですけど、 でも役所とかが絡んでるんだったら、その役所の人たちとか大人に、そのちゃんとその、あの才能を客観的に見るようにしてもらえれば、ちゃんとした人が評価されるし、まあ変な奴が突然こっちすげえってならないので、なのでそこの失敗が何なのかっていうのをちゃんと確認して、じゃあこの失敗は避けようっていうので、その避けなければならない失敗を避けるっていうのだけきちんと準備しとけば大丈夫じゃないかなと思います。そのなんか、あの子供が失敗してほしくないっていうのは親は思うものなので、 なので、あの、じゃあどういうのが失敗っていうので、その失敗の対策をするっていうのは別に就職した後とか仕事をやる上でも必要なスキルなので、今の力やってみてもいいんじゃないかなと思います。えー、ある開発室というオンラインサロンみたいなものをやっていて、月額980円で300人くらいが登録しています。内容は僕が毎日あるという会社でやってることを文章で共有している感じです。しかし300人、三0人以降あまり伸びません。だいたい3000人が限度として、これ以上集客が頑張らない方がいいか、もうちょっといけるか、デュートヒルクさんどちらだと思いますか えっと、多分あるという会社のことを書き続けてる限りは、それが限界なんだと思います。その、要は、ケンスさんっていう人を知っていて、で、その古川ケンスさんの、その、どういう仕事をしているのか知りたいっていうファンの人っていうのが、多分3000人がマックスだったって話だと思うんですよね。で、この後、多分古川ケンスさんに興味がない人をいかに巻き込んでいくかっていう形にしないと、上限増えないですよね。 ではその古川健介さんの Twitter のフォロワー数の多分まあ10分の1ぐらいがそのお有料でお金を払う人の上限だと思うんですけどそうすると古川健介さんという人がすげえ有名になるかもしくは全然そっちがあるというサービスあるという会社自体が有名になるかっていうどっちかをやらなきゃいけないと思うんですよね。で、まあ、ぶっちゃけた話で言うとあの古川健介さんって サービスを立ち上げる速度がすごい速いのといろんなサービスを作るっていうのがあって、その、ものづくりの能力は高いと思うんですけど、サービスを当てる能力の低さでいくと多分日本有数だと思うんですよね。その、僕多分日本国内でいろんなサービス作ってる人見てるんですけど、これだけいっぱいサービス作って当てないやつって珍しいなっていうぐらい古川健介さんサービス当てないじゃないですか。 だその、あの、なんか、若手ベンチャー成功例で、ケンスケ、古川、ケンスケって名前が、ケンスとか出てくると思うんですけど、じゃあ、彼が何で儲けたんですかっていうのを、ちゃんと説明できる人、あんまいないんですよ。なぜなら、彼がそのお金儲けをしたサービス自体は、あの、残念ながら、今もう存在しないじゃないですか。<laughs> その、某会社が大金で買ったけど、あの、買ったものの、あの、このサービス、やっぱ、 あんまり価値なかったわって言って、もう使ってないみたいな感じなので。なので、まあそういう意味でその、大人を騙して金引っ張る能力が超高いと思うんですよ。あとサービスを作る能力も超高いと思うんですよ。だからサービスを当てる能力の低さはすげえなと思うんで、そういう意味でその、あるを有名にするっていうのは難しいので、なので多分その、古川健介さんのサービスを作る、その、要は成功するサービスを作らない能力、サービスを立ち上げる能力の速さってなるので、そこを売りにしてやった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。 なので、もう、1ヶ月に1回サービスを立ち上げますっていうので、なんか思いつで立ち上げて失敗しました。で、また思いつで立ち上げてっていると、そのサービスを立ち上げたいっていう人が集まってくると思うんですよね。で、じゃあこれやりたいからってやりたいっと、あの、混ざってくださいと手手挙げてもらうとかっていうので、で、その、ものを作りたい、サービスを作りたい、起業したいっていう人を、こう、巻き込んでいくっていう形の方が、まだうまくいくんじゃないかなと思います。なので、あの、いつも通り、あの、つまんなくて面白くないサービスをいっぱい作ってください。はい。<laughs> えっと、隙間時間に広い議論という切り抜きをしている48歳飲食店園芸者です。大学生の娘が野村証券と三菱 UFJ ボルガン三連証券から内定をもらい、どちらに行けば総合的に後悔しないか相談されました。えー、私としては野村証券の方が女性が当たる感じが残ってると思いました。マジでしかしいろいろ調べはしましたが、大した根拠もなく娘にアップするのも無責任だと思い、ひろきさんに相談すること決きました。ひろきさんが娘から相談したとしたら、どちらの証券会社をするんですかえ、断然言う、三菱 UFJ ですよ。<laughs> あの野村証券って基本株屋なんで、ね、あのまあそのぶっちゃけ営業力強い方がまあ優秀だよねっていうことになるんですけどそのあのある程度その女の人だったらここまでのラインぐらいやって仕事取るのが当たり前だよねっていうのを許容する社風か あの、それはコンプライアンス違反ですっていう社風かっていうと、野村証券は体張るのはやるでしょう。男だってやるんだからっていう社風なので、僕は自分に娘がいたら野村証券に行けとか絶対言わないですよ。 なので、その、三菱グループは一応その三菱財閥グループなので、そのコンプライアンス的なことってかなり結構頑張るんですよ。まあ、それでもあの中でちょこちょこありますけど、なので、まあ、息子だったらもう野村で体張ってこいやってなると思うんですけど、娘だったら避けた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。ただまあ、僕もその昔の野村朝鮮証券の知識なので、今は野村がどうなってるかわかんないんですけども、はい。 えー、2021年5月23日,のあ23日の優秀に見えると優秀であるの違いを主張しました。私自身をほぼ優秀そうに見せるスキルとコミュニケーション能力のみで出世し、現在東証一部上場企業の役員をしています。この前の2時間半の動画の一番最後に話されててたので、昨日がしている方も多いかと思いますが、改めて優秀そうに見せるスキルの大切さをお話しせいただければと思います。ちなみに私が持っている資格は簿記2級だけです。またあの、さっきも話に出した件数さんっていうのが、優秀そうに見せるスキルがめちゃくちゃ高いんですよね。 その、じゃあ、あの、ナナピっていうサービスで金儲けしましたんですけど、じゃあ、ナナピ以外で、ケンスーさんの立ち上げたサービスを言ってください。まあ、さっきあるっていう会社やったんですけど、で、彼60個ぐらい立ち上げてるんですけど、彼の立ち上げたサービスで名前が上がるのほぼないんですよ。でもそのベンチャーで有名なケンスーさんってなってるのと、あとそのケンスーさんの優秀なのは、その、要は、大金出して某会社が買ったサービスが、これ役に立たないやって捨てたんですけど、普通めちゃめちゃ怒られるじゃないですか。 その大金無駄にしたわけだから、で、あいつひでえやつだとか金持ち逃げしたとかって嫌われるはずなんですけど、嫌われないんですよね。なので、そのケンスーさんのすごいのって、そのひどいことしてるんだけど、なぜかケンスーさんは嫌われてないっていう、そこのなんかポジションの取り方と、なんかその豪遊したりとか悪い欲での使い方してなそうだな、みたいな人が良さそうな気がするっていう見た目の部分多いと思うんですよね。 で、あの、まあ、なんだ、まあ、家庭環境の問題を適当に言うのも何んかもしれないですけど、あの、ケンスさん、割と恵まれた家庭の方出身なんですよね。あの、まあ、その、三鷹に一軒家があって、 で、それなりの収入のあるところから来ているので、あの、そのガツガツして、ところがあんまりないのと、その金に汚い感じがしないっていうのがあって、なので、その害がないだろうっていう感じで、あの割といろんな話をしたりとか、まあ、その近くに置いてあるってしがちなんですよね。ところがどっこい。そのすげえ金取って、あの、その意味のないサービスで売りつけるみたいなひどいことしてるんですけど、でも、ひどいことされた方も、ひどいことされたってあんまり思わない。みたいな。そういう感じの人格、実家の場所を言うのはすいません。<laughs> <laughs> っていうのがあったりするのでなのであのその優秀そうに見えるっていうだけでじゃあそのこんなに悪い人じゃないよねとかそのなんか人格的に優しそうに見えるから人が寄ってくるとかでその,彼の能力スキルががこれすすすごいいんんででってないんですよその件数のこと知ってる人っていっぱいいると思うんですけどじゃあ件数の能力のここがすごいんだよねっていうのを言ってる人ってあんまいないんですよ。 で僕の周りだと、まあ、ケスは性欲が強いからすごいっていうのがあるんですけど、ケ数、ス、性欲が強いっていうのも、もうなんか、ここ10年ぐらい隠してるらしいんですよね。まあ、彼が大学生の頃から僕知り合いなんですけど、その彼の性欲の強さって、エピソードを出すと何個かあるんですけど、まあ、たその今言うと、彼のあの、ポジションがきつくなると思うんで言わないんですけど、なので、その、性欲ぐらいしか売りがない男が、なぜか大金持ちになってて、で、そのなんか、経営者として優秀みたいになっちゃってたりするので、なので、優秀そうに見せるって、本当重要なんですよね。 で彼の性欲の強さは別にあの仕事の上では何の役にも立ってないので、はいえー、海外在住の比率さんに質問です。JR 東海が建設中のリニア新幹線はコロナの影響で航空会社新幹線が共にお別れになる中、苦しになる可能性は極めて低くなと思います。 JR や国はそれでも建設を続ける理由として、リニア新幹線という技術を掲示で、外国人を売り込めば、トータルでは黒字に儲かるという理屈で正当化しています。日本からリニア新幹線を買おうという国は現れるでしょうかいいえ。また、ひろゆきさんがリニア推進の立場だとして、もう少しマシナリーを述べるとしたら、どういうロジックにしますかえっと、ま、結局あの、もう作ることを決めちゃって、ある程度金ぶっ込んだから、中止にしたとしても、そのお金が返ってくるわけではないので、なのでもう作った方がまだマシだよねって話だと思うんですよね。 えー、人の悪口を言ってる時にどんどん目の変えが増している。すいません。あの <laughs>、僕はあの見てわかる通り、その性格悪いのを隠すことができないんですよね。なので、性格の悪さを隠せる古川さんは優秀だなと思うんですけど、まあ置いといて。で、あの、その、今、その日本で作ってるリニア新幹線って、その大阪と東京っていうのをつなぐっていうのなんですけど、途中の駅には止まりません。途中の景色は見れませんっていうので、その代わり安くて早く作れますっていうのでやろうとしてるんですよね。 でその技術としては、まあ、あのそれはそれであった方がいいよねって話なんですけどただ他の国で行くとそれ飛行機でよくねっていうところを超えられないんですよねだからそ,のそこまでそのなんかあの土地を買ってその要は線路を作ってで早く行きますって言ってもでも飛行機の方が早いよねっていうところは変わらないんですよ。なのでその名古屋と東京とかってそのまああの新幹線で行っても飛行機で行っても言うと飛行機だとその飛行機に乗るまでにそのなんかあのチェックインとかで。 2三30分かかったりっていうのがあるので、それだったらもう新幹線の方が乗ってすぐあ、切符買ったらすぐ乗れるから新幹線の方がいいよねっていうのがあって、名古屋に行くんだったら飛行機乗らないよねっていうのがあって、それぐらいの距離だとやっぱ新幹線で便利なんですよね。新幹線的な早いものって。ただその大阪とか札幌とか本当に早い日行きたいんだったらもう飛行機の方が全然早いよねっていうところはあんま変わらないので、なのでその他の国で行くとなかなかきついんじゃないかなと思うんですよね。で、新幹線の何がすごいって、あの、1分も遅れないんですよね。 でその新幹線ってあの5分置きとかに出たりするんですよ。 で、ま、あの、専用の線路の上で、その、あの、全く干渉がない形でずっと走ってるから、その、あの、な、何かその人が入り込んだとか、なんかあの、人がこう、なんかあの、そこ、なんか線路のところでなんか踏み切りが開かなかったとかがないので、その、完全にその、あの、予想外のことが起きないような状態にして、その300キロとかでめちゃめちゃ速い速度で走るものっていうのを、その、1分単位のその遅れの中で動かすっていうのができるんですけど、残念ながらこれって、他の国だと不可能なんですよ。 あのそこまであの日本ってその日本ほどの,その完全なコントロール下においてその管理ができるような国ってあんまないんですよね。で新幹線の技術自体は台湾かなんかに輸出したりとかしててであとあのインドネシアに輸出しようとしたらあの管理コスト高すぎるって言って却下されたんですよね。ではその早く動くあの電車っていうのは別に中国でも作れるんですよ。まあ、中国って元々あの上海にニアモーターカーが もう15年以上前ぐらいにあったんんでですすけどなの,でその早く動かそうとるだそれを安定した形でずっと運用し続けられるかどうかっていう管理の方のシステムがめちゃめちゃ優秀なんですよ新幹線って。でそうすると管理のコスト高いよねってなってそのインドネシアでじゃあその高速鉄道を作ろうってなった時にあの中国が「うちのが安いっす」って言われて中国に負けたんですよ。 なのでその管理が実は重要なんだよね。運用が重要なんだよねっていうのをそもそもの他の国は理解してないので、なので残念ながらその日本の強みっていうのを売りにできないんですよね。なので勝てないと思います。 就活についての質問です。現在就職活動中の国立大学文系のものです。現在東証一部の上場の、ね、SIA から内容いただいてます。文系未経験から SE を目指しており、とりあえず就職て働きながらスキルを身につけ、将来的に社会発動をしている価値観で出力しようと考えています。この考えは間違ってるでしょうかいいえ。 また新卒カードを東証一部上場 SII に使うことに対してどう思いますか全然いいんじゃないですかただあのある程度そのプログラムのやり方を覚えるだけで本当に重要なのってそのクライアントをいかに口説くかっていうのと使用書を書けるようになるっていうその上級の職の仕事だと思うんですよね。まあ既にその国立大文系で割とそれなりの,あの会社に入るんだと思うんですけどそうすると転職する時もその現場のプログラマーとかじゃなくてじゃあプログラマーを管理してくださいっていうポジションで転職しないとまあ給料上がんないんですよね。 で、まあ,あの、プログラム超好きですであれば、全然現場やればいいと思うんですけど、まあ、その大学に行くまでプログラムは触ったこともないっていうのだと、多分そんなに興味ないんだと思うんですよね。なので、その管理職として使用書を作るっていう能力があれば、別にコード書かなくても全然給料高くなれるので、なので、あの、ちゃんとした使用書を作るとか、その、あの、要は機械ってこういう風に動くよねっていうのが分かってないと、使用書切れないんですよね。 あの、こんなん無理だよ、不可能だよって使用書をたまに書いちゃうバカがいますけど、そういう人がいるとあの現場が超困るので、なんでそのコンピューターができること、クラウドができることとかっていうのはある程度その意識して、じゃあこういうものだったら使えるとか。 例えば、じゃあ、その、サーバー1万台用意して、それをじゃあ連携させるようにしようとかってやると、その1万台が自発的に連携させるようにするっていうのって、その連携するためのシステムっていうパソコンを置いたとして、そのパソコンが壊れたら全部一気に止まるよね。超怖いじゃん、みたいなのがあって、そういう場合って、じゃあどう自律的に動かすかっていうのを、各その1万台1個1個が、どその相互に監視し合うみたいな仕組みとか入れなきゃいけないよね、みたいなのって、そのエンジニアのセンスがある人だと、あ、これだったらここ絶対閉じるよね、みたいなのがわかるんですけど、う っていうのがその使用切れない人とかつく、その大きなしく。てもう作ったことがない。人ってそこわかんなくて、その1個のそのあのここ落ちたら全部止まるよね。みたいなポイントを作っちゃったりするんですよ。でも、あの割と大きな会社で。じゃあ、そのシステムはこの会社が発注します。ってなるとこの塩マジクソじゃねっていうので、もう誰も文句言わなくて作っちゃったりするんですよね。で、最近の例でいくとあのセブンイレブンっていう会社がやった。セブンペイっていう仕組みがあって。 あの、他人のパスワードでも誰でも再発行して再設定できるっていうすげえ便利な機能があったんですよね。そう、例えばじゃあ古川健介さんのメールアドレスがわかるとそのメールアドレスを入れ、を勝手に僕がパスワード変えるみたいなことができちゃうっていう謎の仕組みがあって、で、それって途中のエンジニアとかいやいやこれ絶対まずいでしょって気づいてたはずなんですよ。 でも誰も文句言わなくて要はそのセブンペイっていうセブンイレブンの偉い人が決めた使用書なんだからもうその通り作ればいいだけっしょっていうので誰も文句言わないでその通り作って世の中に発表されてはい使ってくださいってなっていやいやこれ超まずいじゃんっていうのでボロボロに叩かれてまあそのサービスごとなくなったんですよ。っていうことがその本当にバカが使用書を切ると起こりうるのであのそういう使用書を切らないような優秀なあの上級管理の人になってください。 えー、ワクチンを受けてみて、あれは日与谷さんの筋肉にも届くと思いますか、まあ、筋肉というか、あの日与谷さんの,あの脂肪パッツンパッツンなんですよね。あのすげえデブこじらせてるんで、その皮膚の下に油がパンパンになってる状態なんで、多分あの注射みたいなの入りさせパカンと破裂して、なんか黄色い油がドロドロ出てくると思うんですよね。なので注射とかできないんじゃないかなと思います。 えー、昨日質問にご回答いただいた明海スアイアの十6歳です。秘書圏研究船の羽田空港船に先月引っ越しました。もしご存知であれば、ケーキは羽田空港船についてお話しいただけないでしょうか。えっと、大鳥居っていう場所にある、あの、ヤマハのボートスクールで僕、あの、えっと、船舶の2級の免許を取ってますね。なので、そこにちょこちょこ行ったんですけど、 で、あとそこにね、あの、えっ、ー、と、居酒屋で結構有名なところの本社があって、どこだっけえっ、ー、と、花の舞とかじゃなくて結構有名な居酒屋グループの、あの、本店がそこにあるんですけど、で、そこが本店なんで、働いてるスタッフが、その本店の社員が働いてるんで、あの、サービスの全員レベルがめちゃくちゃ高いんですよ。要はそのバイトとかがいなくて、そのガチ勢の社員が本気でサービス、あ、わたんわかん が追求してるので、なので、あの、ちょっと困ったこと言うと、あの、灰皿って言うと、すぐ灰皿バッて、はい、持ってままたみたいなので、とか、あの、灰皿もなんかね、あの、タバコが溜まると、あの、すぐに交換してくれるみたいなのがあって、サービスめちゃくちゃいいんですよ。で、 あの、作られる料理も、全部新鮮なんですよ。あの、他の多分、ワタミの店舗とか行くと、あの、なんか、作って時間が経ったような、なんか、しおれたサラダとか出てくると思うんですけど、その、あの、ワタミ本店の近くの居酒屋に行くと、全部作りたたんですよね。その、天ぷらとか、あの、油物とかも全部あったかいし、サラダとかも割と、あの、その野菜のあの、切れ目とかが黒くなったりしないみたいな。っていうのがあるので、あの、同じワタミに行くにも、そこのワタミ行っ全然お得っていうのがあるので、興味があれば、ワタミ行ってみてください。はい。 っき、えー、石油会社や食肉会社がサイバー攻撃を受けたという報道をたびたび目にするんですが、このようなサイバー攻撃はセキュリティを強化するなどして防げるものではないでしょうか防げません。サイバー攻撃をした犯人を特定することは不可能なのでしょうか不可能ではないと思いますけど、かなり難解です。えっと、まずその、サイバー攻撃を防ぐことができるっていうのが誤解なんですよね。あの、防げることもありますと。ただその、えっと、今のその、大体大きなその会社のシステムとかって、あの、 一人の優秀な人が全体の設計をすることができないんですよね。例えばじゃあその、おっきなかじゃでソニーグループとかになると、じゃあその、ソニーグループの中で、じゃあその、プレイステーションのそのなんか認証サーバーを作る人もいれば、そのソフトウェアをダウンロードするための仕組みを作る人もいて、いろんな人たちがいろんな仕様を組み合わせた形で会社のサービスっていうのができているので、そう、どっかに穴があっても気づかなかったりするんですよ。 だかそのすべて一人が作って、超優秀な人が一人が作ってて、で、その最新のセキュリティホールとか、その OS のバグとかっていうのを全部把握してますって人が完全に仕様を作って、その人がコードを書いてれば完璧な仕組みっていうのは理論上可能なんですけど、残念ながらもう最近のシステムってデカすぎちゃって一人じゃ手に負えないので、いろんな人が関わると仕様を間違えるやつとか、その書くコード自体を間違えるやつとかっていうのが出てきて、穴がどっかん出ちゃうんですよ。 のでその穴を利用してその外部から攻撃されて個人情報を流出しますとかクレジットカードが流出しますっていうのもあるしあとそのアメリカ軍がめちゃめちゃ金をかけて作ったそのアメリカのあの個人情報だったりそのエシロンで持ってきたデータっていうのをずっと貯めたサーバーっていうのも内部の人があの自分からそのあのあ情報をそのなんかルービックキューブにあの入れた SD カードかなんかで持ち出すみたいなのがあって、まあ、スノーデンさんっていう人がでそれを持ち出してその後香港でなんかメディアにデータを渡してでウィキリークスっていうのができた。あウィキリーク に流したのかっていうのがあったりするのでなのでそのシステムの穴がなくなるっていうことはもう規模が大きすぎて無理なんじゃないかなと思うんですよねなので基本的にはどんなシステムでも穴があるし流出個人情報は流出するものだと思ってた方がいいんじゃないかなと僕は思ってます えー、以前、資格、試験の勉強を続ける方法をご教をいただたものです。う布さんがおっしゃられたように、職場の人に簿記に行けますと宣伝したところ、受けるなら受かれよと言われ、プレッシャーを感じ、宣言して1週間、今のところ1日数時間継続して勉強できます。ありがとうございます。気が早すぎますが、これで合格できたら、僕以外の資格も取るかと思うんですが、他に何かおすすめの資格ありますか仕事は禁系です。よろしくお願いします。えっと、簿記1級取ってください。<laughs> あと、せっかく、あの、簿記2級を受けるためのあの勉強もすると、大体1級で必要な知識もある程度抑えているのでで、 時間が経てば経つを忘れちゃうので、早めに行き受けた方がいいですよ。はい、えー、社会人2年目、児童養護施設で働いている2さ歳です。僕の働いている施設では1人と7、8人の子供たちを20代の職員3、4人で支援している状況です。日課を回したりする程度には問題ないシーンですが、小見入った支援を一人一人に行うには人でも時間も足りないと感じています。こういったことを福祉業界全体で言えることだと思いますが、児童福祉に限った話として、子供たちにしっかり手をかけてあげるのはどうしたらいいでしょうか まあちょっと前までだと、その3、40人一気に大きいのと家にあの、ドーンって入れて、じゃあその大勢で一緒に見ましょうってなったんですけど、最近その児童養護施設がそのユニットっていう単位で、その40人いるんだったら4箇所にして10人ずつにしようねとか、4、5人ずつの家にしてその10箇所にしようねっていうので、なんか小分けにする構造になっちゃってますよね。で、まあその、 児童養護施設っていうのが、その、堂々としてあると、要はそこにあの子、から子供が出てくるとか、その、親がさ、あの親がまあ自分がちょっと育てられないんでそこに預けますっやりづらくなっちゃうので、その表向きあんまりわかんないようにして、そのちっちゃくしてるっていう構造になっちゃってるので、なのでこの構造は変わんないと思うんですよね。でもそうすると結局じゃあその、 あのじゃあその6人あたりのユニットが10個ですってなるとその1個1個のユニットには職員やっぱ2人以上置けないよねともう3人4人とか置けないよねってなっちゃうのでそういうので目がかけられないっていう状態は続くと思うのでそこは僕ちゃんと IT 使った方がいいと思うんですよねあの。日本だとまだそんなに一般的じゃないと思うんですけどそのアメリカとかあのフランスとかだとあの子育てしてる人がその赤ちゃんが寝てるところに監視カメラを置くのって結構当たり前なんですよね。 なので、その、あの、監視カメラを置きっぱなしにして、んで、あの、職場でお父さんとかが、あの、そのカメラ見ながら、子供大丈夫だね、みたいな感じで見たりっていうのがあるので、なので、その各ユニットを全部その監視カメラつけちゃって、音も入るようにして、で、そこの、あの、児童相談所じゃねあの、その児童養護施設のそのオフィスのところで、職員がその音聞いたりとか、何か起きてるなとか、あ、こんな揉め事してるんだっていうのを、全部こっそり監視するっていう形にした方が、多分うまくいくと思うんですよね。要はその、 あのいじめをしてますとかってやっぱりその場を見ないと分かんなかったりするんですよね。職員が来たら隠したりするんで、でもこっそり音聞いてるとかすれば、ほぼほぼバレると思うんですよ。要はその、全く音を出さないでいじめができるって超絶優秀なんであの、そんなやつはほぼいないんで、なのでそういう形で IT を使って監視するっていう方がいいんじゃないかなと思うんですけど、ただ残念ながら児童養護施設の、そ,のそこにあの投資をするっていうかなかなかできないんですよね。 あの今ちょうどその自動養護施設に PC を配ろうっていうのをやってるんですけど、えー、とちょうどその応募自体がようやく100件超えたぐらいで、ただその,まああの自動養護施設じゃなくて自動あの通所施設みたいなところからもちょっと応募が来てるんですけど、で元々その日本全体で600件ぐらい自動養護施設があるので、まあ、そのあのまあ半分でも来たら300件かなと思ったんですけど、やっぱ半分も来ないんですよね。 なので、件数でいくと多分もう60件ぐらいの児童養護施設しかまだ応募が来てない状態で、その、あの、ゲーム用のパソコン配れますよってなってるんですけど、で、その、一施設あたり一台じゃなくて、ちょっと多めに配ろうかな、みたいな感じで、今ちょっと、あの、その、一施設あたり何台みたいなリストを作ってる最中なんですけど、そんな感じで、その、あの、まず、その、 あのまあ、心配事なんですかみたいなところでもやっぱりその職員がパソコン使いこなせるかどうかわからない問題とかっていうのも結構あの来たりするのでなのでそのある程度その若い子とかで暇な子がその児童養護施設とかにあのなんか PC でこうやって設定すればいいんですよみたいなあの相談にすぐ乗れるような形っていうのをやった方がいいんじゃないかなと思うんですけどねではそのパソコン来たけどこれプロバイダーにどうやってつなぐのみたいなのって、まあ、そこら辺の高校生とか大学生で多少 IT 詳しい子に行って誰でも言える分かることじゃないですか。 でもそこら辺のことを相談つらい手っていうのもその自動養護施設の人忙しいしいなかったりするので後回しになっちゃうっていうのもあるので。なのでなんか地域でそういうのを助けるみたいな方向性にした方がいいんじゃないかなと個人的に思ってたりします。えっ、ー、と、パーカー格好つけてるのは熱いんです。<laughs> あの、えっ、ー、と、あの、僕もそのなんかユーチューバー的にあのパーカーを着続ければならぬっていうあのカジサックさんの呪いにかかってまして、 なんかその、カジサックさんっていう、あの、皆さんご存知の YouTuber の方がいるんですけど、で、あの人その、キングコングカジワラさんとして世に出るときは割とそのおしゃれな感じで出るんですけど、その YouTuber カジサックのときは、その、あの、タオルを巻いて、そのジャージで出るっていうのをやってるんですよね。なのでそのなんか、YouTuber としてやる以上は、そのなんかあの、何か決めた服装を続けるべきだっていうのが、一応そのカジサックさんの成功例があるので、僕もやらねばならぬと思ってやってるんですよ。 その成功した人がやってる以上、それは従うべきであるみたいな。で、彼らの家、多分クーラーあるんですよね。で、僕ん家クーラーないんですよ。で、今、温度20度なんですよね。あ。えっ、ー、と、すいません。あの、打ち合わせの予定すっかり忘れてたんで、ちょっと打ち合わせ戻っていいですか。すいません。あの、今日、放送これで終わります。すみません。失礼しました。失礼しました。